奪捨て物語とーんと昔うんと親孝行な若者がおったげなお母さんと二人暮らしで楽しい毎日を送り寄ったとところがこの国では 六十歳になったらすべてのものを山へ捨てるべしという奪捨ての決まりがあったそうなある日若者のお母さんがとうとう六十歳になってしもうたと奪捨て山へ捨てに行かにゃいかん若者は泣きもって お母さんを背負うと山へ登ったそうして山奥に残して降りてきたが気になってどうにもならんとほんで引っ返してお母さんを追うと山を降りた若者は決まりを破って お母さんを家へ連れてもんてくると人の目につかんように床の下へこっそり隠しちょいて大事に使えよったそうなさてこの国のお殿さんはいろんな難題を出すのが好きでみんな困らされよったと 同じ太さの木の元と裏を見分ける方法を考え出せある日こんな問題が出たそうな「問題を解くと年貢を減らしてくれるけど解けないとぐんと年貢が重うなったと」おかやんよ「岡山用 難しい問題が出てみんな困っちょる。若者がこう言うと、お母さんは、そりゃ安いことじゃ。水に浮かしてみ。元は沈み、裏は浮く。と、教えてくれたき。早速、殿さんにこのことを申し出た。 トのさんが試してみると、その通りじゃったき。今度は若者に、その方、見事に難問を解いたな。よし、それでは、同じ太さの馬は、どうやって親子を見分けるか考えてみい。と、申しつけたと。 若者は家へもんてくるとお母さんにこのことを聞いてみた。そりゃ会話をやってみたらええ。すぐわかる。どうしてじゃ牛の親は子牛のもんでも横取りして食うけんど馬は子に食わして親はじーっと 横で見るんじゃ若者は喜んで殿さんに申し上げたと殿さんはまた鼻を明かされてイライラしながら「よし今度の問題を解いたら何なりとその方の望むものを叶えるぞ」「藁を焼いて灰にし その灰で縄を作って持ってこい。灰で縄を作れとは、こりゃなかなかの難題じゃと、若者は頭を抱え込んでもってくると、お母さんに相談した。そりゃわけない。藁で縄を編んで、それを皿に入れて焼いたら、 ハイナワの出来上がりじゃ。思うたより簡単で若者は喜んでハイナワをトノさんに差し出したと。ふう見事に解いたの。約束通り何な,なりと望みを叶えるぞ。もうしてみよ。トノさんがこう言うと 若者は待っていたように、たった一つだけお願いがございます。六十歳になったら何者たりとも山へ捨てよという決まりをやめてくださいませぬか。ほうほう、その方妙なことを望むのだな。殿さんはたまげた顔をして、 『この若者を見た』と」「白状いたします。実は殿さんの問題を解いたのは六十を越した私の母親でございました。何あの難問を年寄りが解いたと申すか?ー」「ふうむ年寄りがさほどに物知りとは。 知らなかったの年寄りの知恵は大事にせにゃいかん。うん、良いことを教えてくれたぞ。殿さんは早速年寄りを山へ捨てる決まりをやめて、その代わり、年寄りを大事にせよ、というお触れを出したそうな。昔末光。 サルマッコウ」。